はじめまして、バツイチリターンライダーでコミネマン、チャンネル管理人です。元ブログというものがあるのを最近知りまして、私の方でもいろいろバイクに乗ったりしているので、チャンネルを開設しました。ただまだあのウェアラブルカメラが届いておりませんので、えー、今日はコミネマンっていうのは、えー、どうして呼ばれているのかと言いますと、 コミネの装備を使っているからですねそれなので今日はちょっと装備のご紹介をしたいと思いますまずこちらジャケットですねコミネの j k ゼロ三ゼロエアストリームメッシュジャケットこれはですねゴールデンウィーク明けから10月末ぐらいまで約半年間使ってます メッシュになっていて非常に使いやすく涼しくやはり小峰ですのでこういうところにもパッドが入っていますそれからですねこちらがはいこちらがですね小峰の h k 1 6 9ハ a ですヘルメット ですねこれも軽くてとても使いやすいと思います。それでですね、ここ、境目があるの分かりますか、シールドはやはり曇りますんで、これはウィンズジャパンのホグインというのを使っています。それから、こちらに iPod をつけて、 iPod をつけてここにですねオーディオテクニカさんの耳かけヘッドホンを仕込んで音楽を聴きながら運転していますえこちらグローブですねグローブにつきましては GK183 プロテクトメッシュグローブブレイブですね こちらもゴールデンウィーク明けから10月いっぱいぐらいまで使えるでこの指先の方にスマホのタッチパネルが反応するようになっていてこれは結構反応がいいですねで当然のことはここにプロテクターが入っているとでこちらがですね左側こちらが 小峰の SK612 プロテクトメッシュアンダーパンツロングですねでこちらの方も膝とか腰回りあと後ろのものですねこ尾手骨お尻というところにプロテクトが入っていますでこちらがですね小峰の TK722 ケブラーライドジーンズですね。ジーンズです。要はジーンズなんですけども、中にケブラーがこうあるので、普通のジーンズよりもしもの場合に安全だというところです。標準装備でですね、膝にやはりプロテクターがあるんですけども、こちらのメッシュ。 えー、ロングこちらの方を使ってますので、えー、今は外しています、えー、それから私が唯一コミネの製品として使っていないのがブーツこれがアビレックスのヤマトですね これはリターンライダーになったアメリカンを乗っている時から使用してます。ブーツはどうしても脱いだり履いたりするのが面倒なので、これはこの紐を外して脱ぎ履いたりするんじゃなくてこちらの方にはいファスナーが付いていて脱いだり履いたりするのが楽と。 いうことになっていますえコミネの装備の数によってえコミネマンのランクがあるそうなんですけども、えー、私の場合は、えー、スーパーコミネマンには慣れてませんブーツがヤマトだかアビレックスだからですねでそれぞれの装備の特徴については今後またあそれぞれ動画で 詳ししくくご紹介てていく予定になっていますとりあえず今日は「はじめまして」の動画ですので今後元ブログというのを広く捉えてですねちょっといろんなことを動画として紹介していきたいと思ってますので気ままによろしくお願いします。